も皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してまいりましょう。さあ皆さん音楽始めましょう。今回のテーマソングはドン、ハイティーン V。近藤真彦さん、マッチの曲で有名ですけど、この曲はですね、作曲したのは山下達郎さんでございましてね、最近山下達郎さんのライブツアーでもご自身でセルフカバーしているということで、その音源を聞いたところもうめちゃくちゃかっこよくてですね、もう痺れちゃいまして、今回やっていきましょう。いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしているガズレレ流超シンプル簡単バージョンになります。後半はそこにかっこいいリズム、シンコペーションとかもキメがすごく多くてですね、なかなか奥が深いです。かっこいいバージョン。2バージョンは入れます。最後までぜひともご覧になってください。さあ皆さん音楽始めましょう。音楽ってね、聞くよりやる方が楽しいですよ。そしてね、今ご覧になってくださってるガズレレ YouTube チャンネルではですね、今まで楽器に触ったことないとか、私音楽苦手ですというそこのあなたもですね、もうあれとあれよと弾き語りができる、弾いて歌う弾き語りができるプログラムがあります。そのプログラムを見てるだけでも本当ね、あっという間ですよ。もうちょっとしたらここにリンクあるんですけど、そこに行ってもらって、上から順番に YouTube 動画見ながらウクレレ触ってるだけですぐです。はい、始めましょう。ここですよ。行ってらっしゃい。クリック。いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためてきたありとあらゆる音楽ジャンルの曲がこのウクレレでめちゃ簡単に弾けるようにしているレッスン動画がすでに1500曲分ぐらいもう上がってるんですよ。これ見てるだけでもうどんな初心者さんでもいろんな曲弾けるようになりますんで、ぜひこれから音楽を聴くからやるに変えていこう。それではやっていきましょう。近藤真彦さんのハイティーンブギ、まずは初心者さん向け超シンプル簡単バージョンやってみます。ワン、ツー、ワン、ツー。海辺にバイクを止め、優しさだけは捨てずに生きてきたぜ。お前が望むなら失敗もやめていいぜ。喧嘩なら負けないけど、この愛をなくすことだけ怖いのさ。ハイティーンブギー、未来を俺にくれ。ハイティーンブギー、明日お前を幸せにしてやる。これで決まりさ。これで決まりさ、それが最高。せーの、ハイティーンブギー。まずは初心者さん向けシンプル簡単バージョンやってみました。いやー、いいですね。あの歌詞の内容がもう時代がね、もうね、あとこれ映画のね、主題歌でもありましたからね、そのハイティーンブギーというその映画を思い浮かべ、ちょっと突っ張りくんが出てくるのかな、みたいな感じですけどね。はい。思いっきり歌っていきましょう。今のはもちろんね、ショートカットアレンジなんですけど、テレビ番組でやってた、尺みたいな感じをちょっと参考にしました。で、後半のかっこいいバージョンでは、イントロをちょっとつけますんで、ちょっとだけ長くなりますけど、今の感じでやって
ってみましょう。そして今のシンプル簡単バージョンガズレレ YouTube 動画と一緒にセッションできたよという方、次のステップはですね、もう皆さんご自身だけで演奏してみるのをおすすめします。その時にやっぱり楽譜とかね、まあ見ながらやった方が最初のうちはいいと思いますので、その楽譜を作る時にまあの参考になるかなと思って、いつもこのノート、ガズはね、このノート見ながら歌ってるんですよ。で、いつもこの画面にシェアしてるんですけど、ただいまこのサービス始まっております。ガズクラブ。このガズクラブは一体何かと言いますと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日の配信武器を含む今までガズが取りためてきた膨大な数のノート楽譜の中から、毎月5曲、お好きな曲をお選びいただいて、家でね、もう練習してできるよという画期的なプログラムでございます。もうメンバー900人オーバーで、もうかなり盛り上がっております。そしてね、このガズクラブは、楽譜のダウンロード以外にも、いっぱいコンテンツがあります。まずですね、アプリがあるんですよ、ガズクラブの。ガズクラブのアプリすごいでしょ。その中で、楽譜の管理だとか、いろんなイベント情報だとか、とにかくアプリでもう一括でいろいろできる。メンバーズカードもそこで発行したりして。はい。それとあとはね、毎月2回行われているガズクラブメンバー限定のオンラインライブ配信。これがめちゃくちゃ盛り上がります。次のガズクラブメンバー限定のオンラインライブ配信は年明け2021年の1月9日になっております。はい。こんな感じで世界中からバーッと同じ時間同じ場所のオンラインで集まって大セッション。こんなのやったり、非公開の SNS があって、そこで毎朝7時にガズがラジオ配信してます。ラジオ配信、毎朝7時ですよ。で、皆さんの演奏動画をアップロードできる場所を3カ所くらいあったり、どんな質問にもそこではガズが答えてますんで、この面白いクラブ活動、ぜひチェックしておいてください。そしてですね、あともう一個これがあります。ドン、ガズレレ大学。こっちはですね、もうちょっとこう深掘りして、いろんなリズムとかコツとか、もううまくいかない人がここでなんかこういろいろ発見があるという、まあ大学ですからちょっとお勉強ということで、これがですね、YouTube のメンバーシッププログラムというのでやっております。はい。で、これはですね、ガズクラブはみんなで楽しんでこうワイワイやろう。で、ガズレレ大学はちょっと深めてお勉強のところですからね、こういう風に分かれております。この2つ、ガズレレ大学とガズクラブ、概要欄にねリンク貼ってありますんで、ぜひぜひ細かくチェックしておいてください。それでは楽譜を見てまいりましょう。これなんですけど、これイントロね書いてあるでしょ。これね、かっこいいバージョンではイントロやりますが、今はシンプル簡単バージョンはここから始まりました。これよく見てもらうと分かるんですけど、これワンブロックが今日ちょっとちっちゃい表記になってますから、ロックの曲にありがちで、ワンツースリーフォーワンツースリーって早いんで、こういう表記にしてますんで、ちょっと詰まった感じがあると思います。はい。で、この下にくるっと囲っている、これはですね、矢印のマークなんですけど、これシンコペーションということで、後で解説していきますけど、これがね、今日のね、かっこいいバージョン難しいんですよ。入ったり入んなかったりするんですよ、そのこれが。ここには入ってなくて、ここには入ってるみたいな。これをですね、なかなか読み取りながら演奏するのはなかなか難度が高いぞと、お伝えしておきます。そして今こうやって映しとくんで、一時停止して、メモっていただくか、動画のテロップを映していただくか、あとはガズクラブで楽譜ダウンロードも全おすすめいたします。はい。で、こういう風になって、ここ見て、フレーズ入りますよ、ここ。ここちょっと難しい、かっこいいバージョンでここフレーズ入れき、後で解説します。ここにもダッダッダッって決めが入ったりします。はい。そしてこんな感じ。で、ここ感想を入れて、はい。で、ここ、ブリッジパートですかね。はい。この辺が、ちょっとこう、流れ一瞬変わるところがあって、また最後のサビに戻って、最後これテレビバージョンで、これで決まりさ、これで決まりさ、それが最高、この辺を畳みかける終わり方を採用しました。これはテレビバージョンではこうやって終わってたんで、これかっこいいと思って、はい、採用という感じです。はい、これがガズレレ流、ハイティンブギの構成となっております。出てくるコード、紹介しましょう。はい、移していきます。C と A マイナー、F と D マイナー、G7、E7、E マイナー7。あ、これはですね、パッと見てわかるよね。もう入門コードのグループで、ご安心なやつでございます。これですよ。はい、ターン。ガズレレ必須コード。このガズレレ必須コードというのは、ウクレレでね、音楽を始めるときに一番最初にみんなに覚えてもらいたい入門コード10個のグループです。10個もあるのかと思うかもしれないですけど、入門コードなんで1個ずつ見たら押さえるのはめちゃくちゃ簡単だけど、10個いっぺんに覚えようと思ったら頭こんがらがっちゃうんで、私がめちゃくちゃわかりやすい動画で解説してます。ここに貼っておきます。これ必須だ、必須って書いてあるでしょ。必ず覚えた方がいいよということで、今日はその中の7個が出てくるのかな ?7 個だった気がする。うん。7個のコードでやります。ここからかっこいいバージョンの解説に入っていく、ちょっと前にいつもここで言いたいのは歌ですよ。歌。まずしっかりこの4つ弾きで歌を、しっかりこう自分でこうグリップしといてからかっこいいバージョンに入っていくんです。かっこいいバージョンはね、リズムが結構難しい。面白いんだけど難しい。やっぱそのリズムやってるし、歌もね、中途半端になっちゃって、こっちもだとちょっとあれなんで、まずは歌だけしっかりものにしてからこうリズムに入っていこうが、結果早いんでね。はい。そんなわけで、じゃあかっこいいバージョンの解説入っていきましょう。かっこいいバージョンはコード進行全く一緒です。はい。じゃあリズムの話なんですけど、リズムはこれでいきます。ドン。8ビートのチャでいきます。この8ビートのチャってこういうリズム。
山下達郎さんのロックスピリットが出てるかなという感じです。結構グイグイパワフルに突き進む感じですね。8ビートのチャっていうリズムの弾き方、ここに解説動画貼っておきます。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中から8ビートのチャという動画アップロードしてますんで、もうバッチリそこでマスターしてください。で、ちなみにその動画内でも言ってますけど、こういうのストロークって言うんですけど、その基本は8ビートというリズムがありますんで、まずやったことないよってことは8ビートというところからそこで練習して8ビートでチャッ、これはね、こうなんていうロックっぽい疾走感、力強さ、これを表現するには欠かせないビートになってますんで、皆さんじっくり取り組んでいってください。そして、はい、今日このマークたくさん出てきます。これが今日はやばいやつですよ。シンコペーションマーク、矢印マークがあるところではリズムが前にスコーンと食い込んでくるぞと、こういうことになっております。ちょっとね、どういうところかやってみると、まず、イントロでやってみようかな。イントロ。じゃあ、ちょっといきますよ。イントロこんな感じになってますけど、一番最初にもうね、矢印ついてる。Aマイナーの先っちょのとこね。じゃあ、やってみます。ワン、ツー、ワン、ツー、スー、テン。わかる。食い込んでくるところがいっぱい。そして、食い込まないところもあるんですよ。もう一回。ワン、ツー、スー。ここは食い込まない。で、ここで食い込んで、次も C でガーンと食い込む。こんな感じで入ったり入んなかったりするところはもうめっぽういっぱいあるんで、よくまずはテロップを見ながらシンコペーション入れていきましょう。これはね、今日この曲はこのシンコペーションをクリアできるかどうかというところが、キーポイントで、シンコペーションが多いとリズムがめちゃくちゃ速くなっちゃうんで、しっかりリズムをこうエンジンブレーキかけながらね、この辺が今日キーポイントになると思います。それでは細かい解説に入っていこうと思います。まずなんですけど、一箇所、イントロの前にフレーズが入ります。ちょっと聞いてて。これね、面白いフレーズなんですよ。ワン、ツー、スリー、フォー。かっこよくない？これ今の Am の中でやるんですけど、Am の4弦の2フレットを押さえるじゃないですか。4弦の2フレットでしょ。4弦の2フレット、1フレット、0フレット。でれれ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 っていう3連のフレーズ。もう一回ゆっくりやると、ワン、ツー、スリー、フォー。シンコペーションで始まるんで、次はね、ここがキーポイント。もう一回、ワン、ツー、スリー、フォー。今イントロですよ。ダダ、今のダダ、 G7 でダダってやって、次の A メロの始まり、ウーベリバイクをって入っていきます。後半からこんな感じになってきます。ここの決めです。ただって書いておきますね。テロップに書いておくんで、その辺、お見逃しになく。はい、そうです。次はね、B メロの最後からサビにかけて、ここが難しいんですよ。ちょっとやってみると、B メロの最後のこの愛をからやってます。ワン、ツー、スリー、この愛をなくすことだけ、怖いのさ。今の聞いた？まず、ダッツ。ダッツタ、A マイナーで、これカッティングができれば、なおいいんですけど、A マイナーで、ダッツタッツタ。まずこれがワンブロック分。その次。フレーズを入れちゃいます。ここ難しかったら G7 でバッと止まるでいいと思うんですけど、ちょっともう一回ね。ダッツタッツタ。次の、最後の A マイナーは次のハイティーンブギーの時のシンコペーションなんですよ。もう一回。ダッツタッツタ。ハイティーンブギー。こんな感じになります。もう一回。ダッツダッツダッ。ここはね、カッティング、さっきも言ったんですけど、カッティング見てて。左手で音を止める。これがカッティングです。このカッティングのやり方はさっきのリズムいろいろのところにしっかりした解説があるので、興味あるな、これで左手でピシッと止めたいという方はそこでちょっとやってみてください。その次のフレーズはですね、これタブフを貼っときます。これタブフ、読み方わかるかな、読み方わかんない方、ここに一応リンクを貼っときますけれども、ぜひちょっとこれやってみてください。まずね、これ、ダッツダッツダッ、最初一回止める。まずは4弦の2フレット、次3弦の0フレット、次3弦の2フレット、次2弦の0フレット、次2弦の3フレット、その次1弦の0フレットです。ワン、ツー、スリー、フォー、ん、ダン、サイティーブギー、ん、最初、んってちょっと溜めるとこがポイントですよ。ダッツ、ダッツ、ダッ、ん。はい、もう一回言葉なしで。
ここがちょっと今日難しい。めちゃくちゃ早いんですよ、これ。なんかこれはちょっと相当高難度なんで、フレーズちょっと難しいなと思った時は、ハイティーで G7 でこうシンコペーションでもいいと思いますけど、ちょっと練習してみてください。タタタタタタタ、これできるとですね、気持ちがいいんだけど難しいです。このタブ譜を参考に何回も何回も繰り返しがキーポイントです。はい、次はですね、あのブリッジパートというかスーパーシール、愛にブレーキはないぜのところでちょっとねフレーズというか決めみたいなのがあります。ブレーキはないぜから、ワン、ツー、スリー、フォー、ブレーキはないぜ、タトト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 タトタトタッタプギ、こんな感じ。タトとタトとから次の最後のサビの頭ってツッタッターンってこう決めを入れたいんですよ。この流れちょっともう一回やってみましょう。はい、ブレーキはないぜ、タトと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 と、ハイキーブギッタン、こんな感じ。最初の E7 のところはタトと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 タトタト、3連のフレーズ、タトと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 タトタト、この雰囲気は出せるといいと思います。その次、ハイティーのとこは、ツッパッパーンですね。一回これもカッティングだね。だから、ツッパッパーン、ブギー。はい。これ、カッティングしなくても、まあ、右手で頑張れば、こんな感じでいけると思うんですけど、はい。ここ決めるとですね、こうやっぱメリハリがついてかっこいい。そして、最後サビに行って、幸せにしてやるのと、最後の応酬のところとか、その前にも幸せ、これで決まりさんところなんですけど、そこはね、こんな感じにしようかなと思います。幸せにしてやる。決まりさ、これで決まりさ、それが最高。今のこれもカッティングなんですね。これ今のは左手で弦を触れてるだけ、そこでストロークだけするんですよ。そうするとカチャカチャいいでしょ。こんな感じでちょっとね、そこはやってみました。このカチャカチャ感、これカッティングを応用してできたらやってみるとかっこいいんじゃないかなと思います。はい。ただ止まっているよりこう躍動感が出るという感じですね。ぜひともちょっと挑戦してみてください。そういうわけで結構大盛りで、何回も言いますけど、シンコペーションが入ったり入んなかったり、ここら辺がですね、相当ドギマギする感じなんですけど、まあ基本的には疾走感満載のパワフルな感じ。そしてですね、歌詞の世界観とかその映画の世界観のイメージ、それをやっぱりこうグッとこうまとめて音楽にドーンと出していく。力強いイメージがいいんじゃないかなと思います。青春ですね。はい。思いっきり奏でていきましょう。ハイティーンブギーガズレレ流かっこいいバージョンやってみる。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー。作曲されて近藤真彦さんが歌ったハイティンブギガゼレリリューかっこいいバージョンやっていました。なかなかこれね、相当脳トレになります。これガズも結構これ大変でしたね。あのシンコペーションが入るところとか決めのところとか、あの
このフレーズとかですね、この不意に入ってくるんで、この安定、リズムを安定させながらやるのはかなり実は難しいかもしれないんですけど、楽しい、なんかこうテンションがありました。はい、ぜひ皆さんも取り組んでみてください。さあ皆さん、この音楽を自分で奏でる楽しさ最高です。今度この楽しさ周りの方にもぜひお伝えください。そのために今ご覧くださっているガズレレ YouTube チャンネルもぜひご活用ください。はい、チャンネルにいいねだとかチャンネル登録ぜひともよろしくお願いいたします。そしてお知らせなんですけど、はい、こちらです。これガズの初めてウクレレということで、昨年の12月にリリースしたウクレレなんですけど、これはね、最初の1本の初めての1本にももうふさわしいし、これウクレレあなたも初めてよ、これ楽しいよというプレゼントにも最適というリーズナブルで、音もお求めやすくて、かつ音も良くて弾きやすいというガズがプロデュースしている、この初めてウクレレか、あとこっちのいつもこれを使ってます、ガズのわがままウクレレ、はい、この辺のことぜひこちらの方でチェックしておいてください。ここにリンク貼っておきますけど、ウクレレの情報はこちらのリンク先もチェックお願いします。先ほどもお伝えしたんですけど、ガズクラブとガズレレ大学、この2つ結構盛り上がっております。ガズクラブはもうみんなでワイワイやって楽譜をダウンロードできて、こう一個の街みたいなイメージ。ガズレレ大学は本当ちょっといろんなリズムとか基礎トレーニングとか本当にお勉強です。この2つのことも概要欄に貼ってますんでお願いします。あとね、ガズレレでね、アプリがあったりするんです。ガズレシピです。ガズレシピで楽譜を見られる、これもねすごく面白いことになってます。もう他にもいろいろあるんですよ。ここにね、いつもつけてるこの水引きだとか、このストラップキャップだとか T シャツとか山ほどね、いろんなグッズがあるんでね、あのホームページぜひ見ていただきたいんですよ。あとそれとね、これです。はい、どーん、リットミュージック社から出てるこのね、信号機みたいな赤、青、黄色みたいな、このね、このね、楽譜本がものすごい大ヒットで、もうそろそろ10万部いくぞということで、これなんでね、まあいいかというと、これめちゃくちゃ簡単でわかりやすいですね。しかも100曲入り、100曲入り、50曲入りというね、はい、すごい山盛りでございます。こういうのもご活用していただいて、皆さんのね、楽しい豊かなミュージックライフ、もうさらにね、輝かしていきましょう。さあ、これからもガズレレ YouTube チャンネル、ぜひともよろしくお願いいたします。今日は見てくださってありがとうございます。さよなら。